ミールパルのもらいに行く時間なんだよね。だからそのミールパルのわさびなんとかとかいうところを探さないといけない。どこにあるんだろう。ウエストフィールドの西側って言ってたけど、まずなんかお腹すいた。そのわさびなんとかを探さないといけない。ワンワールドセンターなんてね。さてどこだろう。ここは一番トレインの駅だよね。あ、もうここだ。わさびなんとか。これをピックアップする。感じで。ほら、ジャスミン茶は 3.45 ドルだって。高いよね。3.45。こういうじゃん。値段書いてない。もっと高いんちゃう？ここの WTC の、ね、駅の好きなところは綺麗なところでしょ。改装されて、それであったかいでしょ。であとはトイレがあるってことだね。トイレがちゃんとある。無料の綺麗なトイレが。ニューヨークのマンハッタンではトイレが少ない、そういう新聞の記事が出てたけど、本当観光してる時にトイレがないっていうのは本当に本当に困るんだよね。さっきのカレーはそんなに量はなかったけど、まあ味はあんまり美味しい、めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないけど、まずいってわけじゃないぐらいのレベルで、まあ許容範囲のレベルだね。ミールパルのポリシーにも書いてあったけど、あれは美味しさを求めるもんじゃなくて、美味しさじゃなくて、ただ単にポーション、量をね、
量を求めるっていうための質問なので、量がお店で売られているものよりも少なかったら、要するにミールパルで通して買った方が少ないってなってたら返金が受けられるらしいけど、そんなのどうやって分かんねんっていう話だね。どうやってお店の人が減らしてるって分かるんだろうね。そんなの分かんないよね。ヤコノさんとは可愛らしいですね。こんな感じでずっとクリスマスの雰囲気がね言ってるよね。で今時計台のところに人が座ってる、人がめちゃくちゃ座ってる。座らないようにした方がいいよねこれは。さあトイレ行こう。ここにあと、ここの WTC 駅の好きなところはセキュリティがしっかりしてて、至る所に警備員が立ってるのね。警備員が立っていた方がいいところにはあんまり警備員がいなくって、でこういうまあ比較的安全なところにたくさん配置されてるっていうのが皮肉なことだよね。ほとんどの犯罪は本当に危険なところ、地下鉄の中とか駅の中とかで起こってるのに。あ、カレー食べたら結構お腹膨れるよね。満腹ジュース。それが後から支援されてくるから。トイレはすっごく見つけにくいところにあるんだけど、まああることはある。ちょうどまっすぐ行って左のところにトイレがあるよね。ちょうどトイレが後ろにあって、でトイレを出ると、でこのここがあって、でここから上に上がるとちょうどなんていうの、 WTC 駅の南の端側に出るんだよね。ここもいいよね。お昼ご飯パパッと買って、でその場で食べて、それでまたオフィスに戻るとかね、あるいはテイクアウトでお弁当みたいなのを買って、それでオフィスで食べるとか、そんな風にしてんじゃない。でこれがウェストフィールドって呼ばれるモールみたいなところでね。でここがリバティストリートとチャーチストリートの交差点。ねえ、このバーガーキング、あそこもなんかクリスマスのイルミネーションやってるね。寒いね。